オスロフィヨルドの地図オスロフィヨルドはノルウェーの南東にある湾である。湾は内側と外側に分けられる。オスロフィヨルドは1 7トルの長さがある、狭い海域である。オスロフィヨルド周辺に住んでいる人々の人口はオスロを含め約170万人である。その名前にもかかわらず、オスロフィヨルドは地質学上フィヨルドではない。歴史的には利権に 相当として知られており、現在の名前になったのがいつか、またその理由は何かは分かっていない。ノルウェー人の画家、エドバルド・ムンクは、フィオルドのオースゴールストランに小屋とスタジオを保有しており、叫びや不当の少女などにオスロ・フィオルドが描かれている。オスロ・フィオルドは、クラス1世界パワーボートチャンピオンシップの9つの開催地のうちの一つである。オスロのエケベルグから見た、 オスルフィオルドオスロフィオルド、内側の様子オスカースボルグの建物。ここでブルヒハーが沈んだオスルフィオルドは1940年のドイツ軍のノルウェー侵攻における重要な戦いの舞台となった。ドイツによる侵攻は1000人の兵を船でオスロへ輸送する計画であった。ドローバック近くのオスカースボルグ要塞の指揮官であるエリクセン大佐はドローバック近くの峡谷において ドイツ従巡洋艦ブルッヒャーを沈め、大きな戦果を上げた。要塞の抵抗はオスロへのルートを遮断し、その結果、王室、政府、議会、資産を脱出させるのに十分な時間、残りの部隊を釘付きにすることに成功した。ドイツの占領後、クビスリング政権が傀儡政権として統治を行ったが、この時の脱出の成功は亡命政府の設立を容易にし、 対戦中多の連合国からナチス、非戦領国としてではなく、連合国として扱われた。ありがとうございます。